どうも、なおちんです。海賊無双4をやっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はスペシャルログの海賊王への道、ここをやっていきたいと思います。すべてクリアはしてるんですけども、S ランクじゃないところが2つあります。それがこの2つ。クイズになるんですけども、どうしても S ランクが取れない。難しい。一つ言いますと、ワンピース1話から最新話まですべて読んでます。すべて読んでるんですけども、ガチ勢ほど詳しくないので、これがね、いけないんだよね。まあ、とりあえず、今日こっちの方を S ランク目指していきましょう。それでは、いきましょう。確かね、5問目までは、めちゃくちゃ簡単なのよ。まあ、めちゃくちゃっていうほどでもないけど、まあ、5問目までは楽な問題。で、そっからがちょっと難しくなるんで、気をつけよう。第1問。ゾーン系。ジャックだよね。で、反対側がエース。ちょっとボンミスをしっかりとなくしていきましょう。まあ、ボンミスも何もないとは思うんですけど。容赦しねえぞ。オッケー、これは楽勝。能力者の種類を答えるっていうのは、まあまあ、簡単な問題だと思うけどね。でこれ問題なのがね、敵を同時に倒したりすると不正解になるとか、そこが難しい。第2問。収監されたことがない。おクロッコじゃん。もうクラッカー戦いにくい。行くぞ。カムサリー。オッケー。はい、次。見事なものだな。まだ全然余裕だね。目の前にね、当たりが来てくれると嬉しい。あ、けどもまあまあ一応周りをね、チェックして、まあボンミスしないようにしよう。第3問。なんだ？船長である人物をぶっ飛ばせ。チョッパー違う。ベジだ。これ分かりやすいです。はい。あ、サンジもいたのね。見事なものだ。いやいやいや、まだ間違える要素がない。で、次4問目。次の問題だ。何でしょうか。第4問。ルフィが新世界に入るまでに面識のない人物。え、ジャッジでしょ。ジャッジ、そんな最初のうちに会ってないよ。悪の力。よし、いや、楽勝。楽勝。正解だ。まあまだね、まだ難しくないところだから全然いいでしょう。なんかね、微妙なね、ラインの敵って出てくるもんね。そこが難しい。第5問。ロギアは、ちょっと待って、ああそこにいたか。オッケー。あ、ちょっと待って、同時に倒すなよ。待って、待て。いや、これやりにくよし、OK。OK。同時に倒しちゃった。あ、もうこれさ、ガープで来た方がやりやすいか。よし、OK。これ同時に倒しちゃうとね、不正解になるんで、こういう敵が密集して出てくるところって難しいですよね。さて次は出た。第5問目からが難しい。少し問題の難易度を上げるか。お手柔らかに。第6問。ワノ国ね、チョッパーの偽名は何でしょうか。はいはいはい。違う。チョッパーよし、チョッパー丸。あれ、どこにいる。あれ、もう一体どこだ。こっち？あ、ここだな。
ヒトパエモン。はいはいはい、オッケー。これぐらいだったらまだわかる。ワノ国編はね、まだ記憶に新しいところなんで全然大丈夫でしょう。こいつはどうだ。第7問、ルフィが装備したものは、ね、アフロヘア。いやいや、お、余裕でしょ。余裕でしょ。見事なものだな。え、今回結構楽勝？やっぱ難易度が若干違うよね、問題の。いやいや、でもまだあるから、まだあるから気を抜くな。こいつはどうだ。第8問、ナミの偽名、おナミ。いや余裕すぎない。いや全然余裕なんだけど。正解だ。いや今回絶対これいけるぞ。あと2問だ、あと2問。こいつはどうだ。第9問目は何でしょうか。ローグタウン。そうそうそう、はいはいはい、 OK。 これ今のはちょっと厳しかったな。いやいや、そう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 、 OKOKOK。 で10問、次ラストだね。次ラスト何でしょうか。最後の問題、ワノ国のフランキーの偽名、フラノスケ、フラノスケ、これ。はいはい、完璧でしょ。全て終わり、完璧でした。いや今回簡単だったな。その知恵、今回の問題全部簡単だったんでいけましたね。はい、ということで、今回の10問は分かりやすかったですよね。うん、分かりやすい時、分かりにくい時が、あると思うので、まあ、今回はイージーでした。いや問題は次なんですよね。次が全問正解いけるのか分かりませんけども、それに挑戦していきます。まあ一応クリアしてるんですけどね。10問正解目指してやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。